ヤジディ教のシンボルマーク。ミスラ信仰で太陽を神の象徴としている山岳部のヤジディ教信者、イラクとシリアの国境にて、1920年代、ヤジディ教信者の男性、ヤズイディーは、中東のイラク北部などに住むクルド人の一部において信じられている民族宗教。日本語ではヤジディ教、ヤズディ教とも書かれる。ヤズディの方が、 本来の発音に近い。ヤジド教、ヤジド派とも言う。ヤズ・イーディ教との協議は、基本的に交渉による。創世期にあたる、ミス・ヘファレシア、黙示録にあたる、キテバ・ジリュエの二つの聖典を持つが、これらは二十世紀初めに作られたものと、考えられている。ミスラ信仰等のイスラーム化する以前の諸宗教の、系譜を引く、クルド人の宗教と言われるが、 元来山岳部が信仰の中心ということもあり、未だ明らかにされていない部分も多い。イラクだけでなく、周辺のシリア、ロシア、アルメニア等にも見られる。イラクの中では、ニーナワー県のシンジャール地方に最も多くの、ヤズイディの信者が住む。創始者の性病のある、イラク北部のラーリー市を聖地とし、信者には地球の中心だと考えられており、神殿の地下にある、 ザムザムの泉で洗礼を受けるヤズイイディは、一神教であり、ゾロアスター教とメソポタミアの伝統儀式が入り混じる、他、キリスト教、ユダヤ教、スーフィー、イスラム教などの影響を受けており、七大天使、ナカンズク、クジャク天使、マラクターウースを信じ、太陽に祈りを捧げる。一説には、ミトラ教や古代ペルシャの宗教の影響もあるとされ、 様々な宗教の影響を受けたシンクレティズムと呼ばれるものの一つであり、12世紀にスーフィーの指導者アディイブン・ムサーフィルが作ったイスラム教とゾロアスター教の要素を合わせたコミュニティから今の形になったという説がある。ヤズ・イーディの伝承によれば、スルターン・エズ・イードと呼ばれる人物により創始され、アディイブン・ムサーフィルによって改革されて成立したと考えられている。 このエズイードは、ウマイヤ朝二代目カリフヤズイード一世との見解も、ある。ヤズイーディは、信者への回収を禁じるのと同時に、ヤズイーディから生まれたものしかヤズイーディになれないという、考えがあるため、多宗教の信者がヤズイーディに入信することも拒む。周辺のイスラム教徒やキリスト教徒と結婚することも、禁じられている。布教活動も行われていない。 新年は1月ではなく4月に始まり、元日に当たる日には墓参りを行う。信仰や競技は地域によって違うものが複数伝わっている。歴史的に見れば、スーフィズムの影響から始まったように見られるが、輪寧天章を競技に持ち、イスラムの競技体系からは逸脱が目立つ。バラモン教にも見られるようなカースト的な階級制度を持つ。他にも、 天使マラクターウースの伝えられる描写は、ムスリムからすると悪魔シャイターンに重なる部分も多い。そのため、ムスリムから邪教扱いを受けることがあるとされる。イスラーム過激派は、キリスト教徒より邪教であるヤズ・イーディの信者に激しい憎悪を向けると、される。過激派組織の一つアイッセルは、ヤズ・イーディは、多神教であるとし、実夜やイスラーム改収の対象外とするなど、 いわゆる経典の民であるキリスト教徒やイスラム教徒とはその扱いを差別化した。クルディスタン地域の議会には少数ながらヤズイーディの議員枠の割り当てがある。教徒の居住区はイラク北部に広がり、周辺の宗教勢力、武装勢力との対抗上、比較的アメリカより立場を取るため、しばしばイスラム系武装勢力の攻撃対象となる。ありがとうございます。